ポーイスは、ウェールズのプリンシパルエリア及びプリザーブドカウンティの名称。ポーイス、ポーイスとの金表記も見られる。ポーイスは、かつてのモンゴメリー、シャー、ブレックノックシャーの大半、デンビーシャーのわずかな部分からなり、面積は5196キロ平方メートルである。ウェールズのプリンシパルエリアとしては、最大の面積を持つ。北は、グーイネズ、デンビーシャー、レックサムと接する。 西は、ケレディジョン、カーマーゼンシャーである。東は、イングランドのシュロップシャーと、ヘレフォードシャーである。南は、ロンザカノンタフ、マーサーティドビル、カーフィリー、ブライナウクウエント、モンマスシャー、ニースポートタルボットと接している。ポーイスの大半が、山勝ちで、南北の移動は、車では困難となっている。ポーイス人口の大多数が小さな、町村に集中する。 最大の町ニュータウンは、人口12,783人である。住民のちょうど1、3が、ウェールズ語を話せる。ウェールズ語話者は主に田舎、マケンレスとスランフィリン、ランレイエドアワイムモークナントに集中している。ランレイエドアワイムモークナントは、スランダフ司教、ウィリアム・モーガンが初めて聖書すべてを1588年に、ウェールズ語に翻訳した地である。 そしてアストラダガンリスの工業地域はかつてのブレックノックシャーの南西である。かつてのラドノーシャーは18世紀の終わりにほぼ完全にイングランド化された。ウェールズ語話者の割合。濃い色ほどウェールズ語話者が多いこのポイス地域はコウエールズブリテンのポイス王国から名付けられた。王国は元ポイス州の北部に山と同様現在のイングランドを占めていた。王国は 1260年代にグイネズ王国のルウェリンアップグリフィズによって占領されて終焉を迎えた。州のモットーはポイスウェールズの楽園である。1974年から1996年の旧ポイスポイスはもともとイギリス地方自治法の元1974年4月1日に作られた。モンゴメリーシャー地区とラドノーシャー地区、ブレックノック地区といった かつての州を基盤としていた軍からなる。1996年4月1日、地区が廃止され、ポーイス州は単独州として再編された。最初のポーイス地方長官は、元モンゴメリーシャー地方長官であった。ブレックノックシャー地方長官とラドノーシャー地方長官は、長官として任命された。現在の地方長官は、王立。 ビクトリア勲章保持者であるシャーン・レッチェ・バークである、ポーイス城、ブレコン・ビーコンズ産地。ありがとうございます。